ロミです。今日は一人で親子丼を作ってみましょう。それでは材料を説明します。60cc のカツオのお出汁と同じ量のみりんです。それから 40cc のお醤油。鶏肉が 100g です。鶏肉の半分の玉ねぎ 50g を用意しました。それから卵が4個です。三つ葉は好みでたくさん入れても大丈夫です。最初にこの3種類をお鍋に入れて煮立たせます。その後鶏肉を入れて半分ぐらい火が通ったら玉ねぎを入れましょう。そうしましたら溶いた卵を3つ分加えて1分ほど加熱します。その後さらに1個分の卵を加えて1分ほど加熱したら三つ葉を加えて蓋をしたら1分置いて完成です。まずカツオの出汁入れます。で、みりん入れます。で、お醤油を入れますね。火をつけます。少し混ぜてちょっと沸くまで待ちましょう。で、沸いてきたのでお肉を入れます。鶏肉入れます。鶏肉が半分ぐらい煮えるまでちょっと待ちましょう。煮えてきたので玉ねぎを入れます。で、玉ねぎが煮えている間に卵を割ります。3個割ります。卵は最初に卵黄を黄身のところを潰して優しく混ぜて、混ぜすぎないようにしましょう。で、お肉が煮えてきましたので卵を入れます。お箸を通して入れてください。煮ます。その間に残りの卵を割ります。で、これも最初に卵黄を潰してゆっくり混ぜて、混ぜすぎないようにしましょう。最後の卵を入れたら1分ほど煮ます。で、タイマーを1分かけます。火は止まっています。じゃ、これをご飯によそいます。